はい、それではゼルダの伝説知恵の借り物の続き、オルディン神殿のボスやっていきましょう。さあ、どんなやつかね。早速始まっていくわけですが、え、降りるんかい。地下の奥の方？溶岩地形っぽいよな。ドドンゴとか出てくるのかな。行ってしまえ。てか勇者で爆弾使えるようになったよな。やっぱドドンゴじゃない？なんだこれ。ドドドドドド。意味深に。マグマが、ああ、なんだったっけ？リバイアさんじゃなくて、イフリートさんじゃなくて、あ、バルバジア。なんか、時岡かなんかにいなかったっけかな。なんかちょっと懐かしい感じになりますね。胸のあの、赤色というか、赤色じゃない。どう考えたって、緑色だよ。この緑色が怪しいね。どうしようかな？誰か攻撃してくれる。ここに協力してもらおうか。頑張れー。くるくる回れー。あお、強いぞ、こいつ。ちょっと一旦、勇者、勇者アタックする。あっちょ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 、ブエー。勇者ー、えい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 えバリーン。ふん。いい感じのハートの回復だ。カモーン。ふっ。過労死を受けていって。うん、うん、うん、うん。やにー。おお。なんとか首を振るんかなと思ってたけど。やってきましたね。そろそろ雑魚敵を召喚して、この剣士モードの、こいつをね、回復させてくれるタイミングが来ると思うんだけど。どうかな。まだ来ないか？だったら俺にも考えがあるぞ。いざゆかんクローギー。数打ち当たるだぜ。うわー。頑張れー、頑張れー。さあ、4対1では結構なダメージ与えられるだろ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。お、めっちゃヘイト吸ってくれてる。ありがとう、クローギー。この剣士モードだと攻撃できないところも、クローギーだったらいい感じにダメージを与えてくれて。いるのか？これよく見たら。これ体当たりしていったクローギーがダメージ食らってる音のように聞こえたんだけど。もしかしたらうまくいけないのかも。ガオー。でもなんかこの上半身出してる感じとか、おしゃれなネックレスつけてるっぽいこの見た目とか、結構可愛いですね。ダク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 。おお、でもダメージちゃんと入ってるね。ファイヤー。おお、おい、おい、違う。ダメージ食らって倒れたんかと思ったら違うのかい。トゥン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 。トゥン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 。ツン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 。華麗なステップで受けていく。これが姫様ステップってやつだな。クローギーもダメージ食らってるけど、ちゃんと戦っていけるあたり強いね。爆弾だと、なんだろうな、なんかいいことあったりするのかな。この、飛んでいる最中に、首の、緑色のところにダメージを与えると爆発して、攻撃するチャンスが生まれるとか、あったりするんでしょうかね。うーん、そんなサーモンランみたいなことが。ちょっとサーモンランに出てきそうな雰囲気あるよな。なんか鮭っぽいというか。鮭バルバジアを捕まえて、鮭みたいとは絶対に言わない方がいいやろうけどな。うん。こうやって動いてる間結構ダメージ判定あるっぽいな。頑張れ、クローリー。こいつを、飛ばしてしまうのです。倒してしまうのです。いいダメージだぞ。あちゃ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 、もう、なんかすごい落ちまくってるんだけど。あたた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 。でもそこまでやばくはない感じもあるなぁ。クローリー、クローリー、クローリー、あちゃ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 、やばい感じはないと言ったな。あれは嘘だ。緑色。ちょっと待って、さすがに暗いすり。さすがに暗いすり。緑色怖い。冷静になって。ワンちゃんもう倒してくれそうな気もするけど。まだダメかな。今のうちに寝させてもらうね。あっ、あったったー、もう私が寝ている最中でしょ。でもこの上空を飛んでいる間、全然狙ってこないんだな。姫様が寝ている。今のうちだったら攻撃のチャンスだなって。ならないあたりは優しいのかも。変身モードちょっとやってみようか。はい、はい、はい。おー。はい、ちょ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 、弓弓弓弓弓弓。
レーザー、何何何何何何何、絶対触れちゃいけないですよ。うおー、大ジャンプ、危ないところだった。じゃあみんなで攻撃するんだ、みんなで攻撃するんだ。うわー、クローリーがかわいそうだろお前、なんてこと。さあやっておしまい、やっておしまい。ボーン、この紫色を爆発させないといけないとかあるかな。ボエー、ん、あ、まっただー、ちょ、くる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 、なんか掴めそうだったな、何かを掴んだような気がする、掴めそうだった気がする。どちらねーん、うわー出てこいやー、お、出てきた、ぴよぴよしてる、ぴよぴよしてるぜ。今のうちにクローリーにお願いしておきながら、てん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 、お、やったか。てかあれ、弾壊したらもしかしてずっと壊れたまんまになるのかな。あの緑色の弾は、あれを引きちぎったら出てこなくなるとかだったのかな。やっぱりこういうのっていろいろとね、使えるもんは全部使わないとっていう感じなんでしょうね。ウォーン、なんか体ごとシンクしてそのまま引っこ抜けるのかなと思ったらそういうわけじゃなかったね。ウォーン、ここでまた力の鍵が手に入るでしょうから、またそろそろ剣の部分を強くしたいですね。ゲージ伸ばした方がいいのかな。シューン、敵の体力も増えてきたからね、ゲージ長持ちした方が最終的に与えられる総ダメージ量は増えそうだしな。デスマウンテンもこうやって外側から見ると結構こじんまりとしてるな。僕たちが、ん？仲間たちが僕に力を分けてくれた。ニョキーン、レベル6、そろそろ三角増えるんじゃない。増えたー、いいね。これであの魔導士が普通に出せるようになるね。鳥居の三角がさらに増えた。てるるるるってるってるーん。おう、全開。今回あれだね。消費が少なくなるのはないっぽいですね。あ、これは、女神様ですか。ゼルダ姫が女神様と会うのってなんか珍しい気がするな。姫見こよ。そなたの力が無に飲まれしこの地を解き放した。我は女神ディン。世界創造の層三女神の一柱なり。自分でちゃんと一柱って言うんだな。自らの力を示した、そなたに我が証を授けん。まさかディンの炎を使えるようになるの？ドロロロ？おお。恒例のアイテムって感じがするな。ディンの証。このマークの意味とかはいまいちよくわかってないけどな。でもゴロン族はよくこのマーク使ってるよね。やっぱりディンのマークだったんだね。それはその他の行いを称える証、称号ってこと？すべての女神に向き合った者には、大いなる力への道が開かれる。残るは二つ。忘れる中でその他の力はいずれその身を助く。女神様、お釣りだけ与えて、証だけ与えて消えてしまいましたね。すべての女神に向き合った者には、大いなる力への道が開かれる。大いなる力。まあ、黒幕の、ガノンドルフってことかな。女神様に自分の力を示さないと、大いなる力の道は開かれない。大いなる力やばすぎるから、ちゃんと女神様に、私できますっていうのをアピールしないと、採用されないってこと？敵は大いなる力をまだ手に入れていない？え、先に取っちゃうってこと？それはまたなんかすごいな。知恵を持つ者が力を手に入れてしまったらもう、王国を支配するしかないじゃない。だから敵は僕たちの邪魔をするために女神様を先目に閉じ込めた。あーん。そういうことだったのか。でもなんでその辺知ってんだろうな、敵は。敵が恐れる大いなる力って一体どんなものなんだろう。え、敵がそれを狙ってるわけじゃないのか。いろいろと見えてこないな。じゃあ敵は今ある力で世界を征服したいから、自分より強い存在を否定したいってことか。器の小さい野郎だぜ。元の世界に帰ろう。ハートの器。このハートの器のようなでかい器を持たなくちゃいけませんね。ということで帰るよ。帰りましょう。はい、ひょこんとね。これでゴロンの世界は平和になっていったのだゴロ。
ダルスさんもいるし、この辺り安泰でしょうね。しかし、よく考えたらここ暑くないのかな。ゴロンの服とか、ね、その系統がないと暑くて耐えられないみたいな、そういう世界観多かったけど。なんだろうな、過去がついてるとか、そんな感じで、姫様は暑さを感じていないとか、そういうのあったりするのかも。あんなに大きな裂け目が消えちゃった頃、みんなも戻ってきてるかもしれない頃、帰ろうゴロ。ん？どうしたの？ドドドドドド。わあ、みんなやってきたぞ。おお、ドアリだ。かわいい。ゼルダ姫もされるがままだけど、なんか悪い気はしない感じだね。ああ、かわいい。いやあ、なんかトリーもちょっと楽しそうなのがいいな。これがドアリというものなのですね。いやあ、ドアリなんてされたの生まれて初めて頃。ゴロンドアリすんのってめっちゃ大変そうだけどな。まあ、ゴロン族は力持ちだからそういうのもできんだな。いなくなってたみんなも戻ってきて本当によかった頃。いや、ほっこりするな、なんか、描き方が。ゼルダさん、トリーさん。実は、二人と出会うまで、族長になったことちょっとだけ後悔してた頃。トップに立つとね、そういうもんなんじゃないのかい？でも、今は違う頃。自分なりの言い方見つけられたと思うから。これからは二人がいなくても、みんなを導けるよう頑張る頃。たくさん助けてくれてありがとうございました頃。これから頑張るんやぞ。お、頼られているね。それじゃあ、僕は戻る頃。今行く頃。またいつでもゴロンシーンに来てほしいごろ。ダルスも初めて会った時は変わったね。そうだね。なんか本当に素直でいいやつだな。今は堂々としてみんなもニコニコしてた。これが頼りにされるってことなんだね。トリーのことも頼りにしてるぞ。オリン火山の裂け目削れてよかった。でも女神様から与えられた証って何なんだろうね。証っていうだけなのかな。この証が目に入らぬかって、紋所のように示すだけなのか。この証を使うと、炎に入ってもダメージを受けなくなるぞとかそういうのか、何なのか。一緒に頑張ろう。やったぜー。ということで、無事解決しましたので、また新しいところ行ってみましょう。なんとかここまでたどり着けた？この人は一体。念願の温泉はもう目の前。疲れて動けないだって？そしたら温泉入ったらいいよ。回復するぞ。なんかこの辺で一旦、スタンプラリーが、この辺になかったっけ？あ、違う、こっちか。確かこの辺にあって、おう、スタンプラリーあるな、取らないとなって言いつつ忘れていたから、ちょっとそれだけ、見たら、次行きましょうかね。次はどっち行こうかな。ジュン、ジュン、ジュン、ジュン。これ、縦に5個つけられるようになるんだよな。まあ、どんな地形だってへっちゃらだぜって感じになりそうですね。バカだな、バカだな。爆発する頃。この辺だったよね、確か。あったー。なぜこんなところにあるのか。疑問はつきませんが。よ、こんなところ置いたよな。ワンチャン。そして、よくわからないポーズをしている。よいしょ。では、水の塊を利用して帰りましょう。こんな形も作れるようになっちゃうわけね。いいじゃないの。では、帰ろう。探索してないところもありますけど。まあまあいいでしょう。お、こっからすぐ行けそう？ここなんだったっけ？ああ、最初に来た時は、ここで裂け目を消そうぜってやっただけだから、この奥まだ見てないのか、そういえば。洞窟になってて、こう抜けていくって感じかな。こっち側から、道入っていって、この謎空間を冒険してっていうのでもいけそうだけど。まあ、とりあえず目についたしこっちから行こうか。海ゾーラのところから直接バーンって行けたりしないかな。でも少なくとも話は聞かないといけないから、結局近いのはこっちなんだな。まあ、久しぶりだしこっちから行こうか。と思ったんだけど、ルーベリーの家行って、強化できないか、それを聞きながら走っていこうか。ルーベリーハウス、なんか気持ち的にはちょっと久しぶりな感じがあるぞ。そんなに、最後に行ったの前なわけではないんだけど。サダリ大臣もこっちなんだね。今の私にできることはございますか？神隠しの調査ね。調査 1? 何これ。改めて調査しました。姫様が消された先目に飲まれた人は、私も含めてみんな元気でした。ですが、かつて神隠しから戻った人たちは、今も記憶をなくしたままです。彼らは子供の頃に神隠しに会い、かなり長い間行方不明。先目にいたな、時間が長いほど強い影響が出る。はぁ、あ。
リンク殿が考えたように、裂け目を作った存在を倒せば元に戻るというのですが。なんか力の結晶とかがたくさん取れるから、なんかこの、神隠しにあった人間の正気というか、そういう生きる気力みたいなものが、結晶として外に出ちゃってるとか、なんかそういうのじゃないのかなって思ってたんだけど。どうなんでしょうね。リンクのことを教えて。彼のことが知りたいわ。話には続きがあって。行方知れずとなった何人かの子供たちがふらりと帰ってきたことがあった。その一人が、リンク。記憶や正気を失い言葉も話せなくなっていた。だがリンクだけは言葉こそ話せないものの、神隠しにあっていた間の記憶を持っておった。あ、そうなんだ。その上、裂け目が現れる予兆を感じられるようにもなっていた。選ばれし者だな。リンクはその力を使い、人が裂け目を、に飲まれるのを防ぎ、裂け目から現れる魔物との戦いを始めた。戦うことで、己のことを取り戻せると信じていたのかもしれん。とにかくリンクは何人もの人々を神隠しから守った。いや、リンクはなんかそういう自分のためにというよりは、困っている人を見過ごせないという、そういう思いで戦っていたような気がするけどな。正義感から来るものでもあったんだろうな。そうだね。うんうん。これがわしの知るリンクという少年じゃ。結構です。じゃあこれの強化、行ってみましょう。こっちに直接話しかければいいんだったか。研究が進んでな。早速試していくがよい。27個結構溜まったな。剣レベル2。ゲージ強化をちょっとやっておこう。わかったよ。任せよ。剣を入れて。ギュイーン。これでゲージが伸びてくれるってことでいいの？エネルギーゲージがレベル2になった。伸びてるそういう感じなんだね。なんか減りが遅くなるとかそういうわけじゃないんだ。物理的に長くなるんだね。じゃあこのまま、力のかき合いに10個もやっちゃいましょう。やはり火力。火力は正義だからね。遠距離を攻撃するんだったら、まあ弓矢とか色々ありますけど、その辺は買い物で何とかするっていうのもありですしね。力の釣りはレベル3。強いぜ。何を強化するんじゃ？3の強化は？もう最大まで強化済み。おー、これ以上は無理ってことかな。やってやりました。最高の攻撃力を相手にぶつけることができるようになったわけですね。楽しくなってきたぜ。お、ヨセさーん、ヨセさーん。キラリン。途中で、あれ、瓶に入ってくれた妖精さんはまだ使われていないというか、消耗していないので。しばらくは安泰ですけど。ここ森になってんだよな。でも妖精さん見かけたらなんとなく話しかけたくなりますよね。今思えばなんかこの豚ブリンもそんなに厄介な相手って感じしなくなってきたな。今や可愛いやつよ。華麗に動き回るのよ。ここで先目を直したところ。この上に行く前にっていう感じでしたね。あ、もう一回晴れるのこれ。もう一度目の世界に行きたい。行けるのがすごいけどな。ここ何なんだろう？ん？南の遺跡。ここは？通れない。なんか隠し通路とかがあるわけでもない。こんだけの遺跡なのか。爆弾で破壊できたりするか？そういう形に見えないしな。ただの遺跡か。だから俺には水の塊がある。水の塊で上に乗ってしまえば、いくらでも超えられちゃうんだな。ちなみに、あ、この辺湖だったのか。ハイリア湖的な感じかな。めっちゃでかいですね。入り江はこちらから海に繋がっているって感じっぽいけど、川で海と直接繋がってるわけじゃないから、ここは湖っぽいな。この辺を探索するのもちょっとありかも。知りませんが、サンプラリー。ドゥン。いろんなポーズがあるな。これスタンプマンが自分のスタンプだぞって言って頑張って掘ったってことやな。ん？おお、出た。これ魚の上には出せないんだな。でしょうねって感じだけど。ん？何かに引っかかっていた。おお、この高さを水のエレベーターできてしまう。上がっていく。パッと見た感じ、まだ、借り物になってないやつはいないな。この木の上のこれなんだろう？すごい気になるけど。
借りられるわけじゃなさそう。ん？なんかいる。あれはボス。レベル2豚ブリンか何かで。やっちゃいましょう。行っておしまい、ファイヤーウィズローオーブ。燃やせ、何？縦一つで耐えるだと？とんでもねえ野郎だ。盾を剥がしてしまうのです。お、やったぜ。盾のなくなった豚ブリンなんてもう、怖いものではないの。危ない。ワイヤー、強い。ワイヤーウィズローブめっちゃ強いぞ。剣盛りブリンレベル2を覚えた。まあ、無理やり盾を剥がされなければ、かなり強いでしょうからね、この子も。ハイララの各地に生息する乱暴な魔物。盾で攻撃を防ぐが、攻撃を防がれるのは苦手。どういうこと？ああ、なるほど。ガードされると、バカな、俺の攻撃がガードされるなんてーってびっくりしてしまって。この、のけ取り時間が長くなってしまうとか、そんな感じかな。これは、ルピーかな。ありがとう、ファイアウィズローブ。レベル5にふさわしい強さだったね。川の落とし子。もう先進んじゃっていいかな。レベル2も仲間になったことだしな。ん？なんかいるね。解放して、フィローネ出現。出現なわけだからデクナッツかな。話を聞かせ。ここは、これはゼルダ様、お疲れ様です。王様の命で、先命の現れた地域を調査中です。この先へ踏み入れば、フィローネ出現。先ほど様子を見に行ったのですが、おお、見てきたんだ。って帰ってきたのね。うっかり触ると痺れてしまうものや、不思議な種族、噂通りの手強い土地です。進まれる際はどうかお気をつけて。なんか道を切り開いてくれよともちょっと思うんだけど、そういうわけにはいかんのがいい。お、ワンパン、強いね。これは水ゾルかな？おお、水ゾルだ。なんか水っぽいやつもいるって言ってましたもんね。水に触れるとたちまち巨大か。体の表面が濡れていて火が効かない。なかなかいいじゃないの。これもコストカットされてますね、よく見ると。道なりに進んできましたか？ん？おお。フィローネ出現。テクナッツの建物がある。でも住居って感じはなさそうですね。テクナッツが住んでいるわけではないのか？この辺にはまだいないだけで奥にはいるのか。見てみましょうね。この辺りあちこちに裂け目があるみたい。まずは大きな裂け目から行ってみる？解決するんだったらでかいやつで、パッと終わらせたいよね。なんかリコリコ言ってる。なんだあいつは。やたら気になるぜ。頑張れ、クローリー。クローリーの力を甘く見てもらっては困るね。さあ、回路を倒すんだ。お金は俺が拾うから。クローリーたちはこいつを倒してくれ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。やっておしまい。さすがだね。なんだ。面白い髪型してんな。シトシトーム。雨を降らせてくれるってこといいのか？雨を降らせるために歌を歌う。なんかそんな使命を背負ってるんだな。なんかかっこいいな、これ。この一文だけ見ると。雨を降らせるために俺は歌を歌うよ。いい声で歌うんだろうね。この雨を降らせる力が強ければ強いほど、メスにモテるとかそういうのがあったりするのかな。いや、シトシトーム。今回借り物になったあいつの方が実は、メスだという説もあるか。偽物いるんかい。やめろー。これはいわゆるパラスですね。冬中仮想的な。でもキノコなくなっても自立してるから、なんというか、思考回路まで全て奪われてるわけじゃないっぽいな。クローリー。よくやった。何問題？ヘイジー。聞いたことないな。普段は地中にいるが、背負ったキノコに近づくと地上から飛び出してくる。んー。キノコを背負っているだけで、この人格を奪われていないタイプの、東中仮想ってことかな。うわ、ばば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 。さ、やっておしまい。これ実は、あれ？ファイヤーウィズローブの攻撃がめっちゃ効くとかないかな。当てろ！よーし。燃やし尽くせー。あ、完全に動けなくなるんだな、これ。かわいそうに。うん、この辺の敵は大体分かったかな。おお、いるね。なんかちっちゃくて可愛いな。ピクミンみたいだわ。テクナッツってもっとでかいイメージだったけど、頭の葉っぱなんか食われてない？
あとよく見るとおでかなつじゃないっぴ。なんかめっちゃ声かわいいぞ。見たとこおのぼり3ぴ。聞きたいことがあれば教えてやるぴ。ここはそんな都会なのかい。ここはどこ。うん、ビビー。ここはフィルの失恋ぴ。厳しい世界ぴ。怖いとこぴ。そこ住んでいる人にとって怖いところって言うんだから相当だよな。弱いよそ、あっという間に淘汰されて絶滅しちゃうっぴ。他に聞きたいことは？デクナッツって？時代を先取りしつつあるクールな奴ら、それがデクナッツっぴ。しかも可愛さも兼ね備えているっぴ。分かっているとは自分の可愛さを。我ながら罪な種族だっぴ。横にいる奴は地面に潜るマニアックな遊びの最中っぴ。どうしても話をしたいなら引っこ抜いてみるといいっぴ。本当にピクミンみてえだな。まあ、適当に過ごしていくといいっぴ。あっという間に淘汰されてしまう中を生き残ってるんだから本当に強い種族ってことなのか？なんか癖はありますけどね。一個抜く。こいつは隣ほど可愛くはないな。一個抜かれちゃったっぴ。おいらを引っこ抜いたってことは何か知りたいことがあるっぴ。ここは何なんだい？カエルの魔物とかビリビリした魔物とか最近の流行とか。まあ前二つ、あれ？ビリビリした魔物は聞いたっけ？バズブロブのことっぴ。濁点が多いな。ずっと電気をまとってるから触るのはおすすめしないっぴ。でもなんか可愛くて癖になるっぴ。そうなんだ。それは気になります。カエルの魔物って、シトシトーロ以外、シトシトーホン以外いるのか？他にはいないっぽいな。あいつがギロギロ泣くと雨が降ってくるっぴ。まさに恵みの雨、ありがたいっぴ。でもお日様を拝みたい時はちょっぴり邪魔なやつっぴ。これ晴れてるところでも雨降らせられるのかな？そしたらちょっと、いいですよね。ちなみに最近の流行は？黒い、ん？大きな黒いイガイガが現れた。そこで作れる綿飴が、デグナッツの間で今、大人気っぴ。え？黒いイガイガで綿飴を作っている？ごちそうどころに行けっぴ。なんか不穏だけどな。それを食べて、なんか偽物に取り込まれてたりしないといいんだけどな。手前もなんか広いぞ。裂け目があるけど。この裂け目を直そうぜっていう話じゃないっぽいな。おお、デクナッツいっぱいいるね。デクナッツタウンなんだ、ここ。え、悪いことをしたやつを捕めておく、牢屋っぴ。お猿さんが捕まっているのかい？泥棒はみんな牢屋っぴ。泥棒できるシステムがあるのかい？見たものじゃないっぴ。入っちゃおう。え、なに？よく知らないやつ、なんか入れるわけにはいかんぴ。ダメなんかい。その悪いことをしたやつと話を聞かないといけないっぽいけどな、なんとなく。お前、会員証を持ってるんって本当っぴ？ごちそうどころ会員証いるの？一元さんお断りはかよ。そんなもの持ってないっぴ？行きなさいっぴ。そんなに否定して怪しいっぴ？めちゃくちゃ重要だから持ってるという噂が広まるとね、命を狙われるとかそういうこと？物騒なところだな。スタンプラリー。これ場所によって決まってるってことでいいのかな？この場所ではこのスタンプみたいな。フィロの出現あたりはあの茶色いスタンプが定番っぽいですね。ん？あ、綿飴だ。これがその綿飴ってやつ？黒いやつってこれか？この黒い木から綿飴を作ってんのか？うまいっぴ、うまいっぴ。トリが偵察をしてくれている。魔物が出していたなんてって思ってたけど、綿飴にしたら すこぶるうまいっぴ。ごちそうどころに黒いイガイガが出た時はどうしようかと思ったけど、そこから出てきた大熊様がこんなにうまい糸を出してくれるなんて。ほんと最高だっぴ。クモの糸食えるんだな。どういう糸なんだろう。魔物が出した糸を食べてるんだ。みんな口の周りベトベト。これはたくさん食べすぎて様子がおかしくなってるデクナッツが多分いるでしょう。デルタは食べないよね。ん？気になるっぴ。サブイベントだ。話を聞かせてもらおう。絶対関係あるっぴ。どうしたんだい？その服その佇まい、俺らにはわかるっぴ。わかるかい、この王族の気品さが。相当な田舎者っぴ。ダメだった。そんな田舎者のあんたは雨を見たことあるっぴ？フィロネシス人はお日様だけじゃなく、雨粒も浴びられる素晴らしいところなんだっぴ？でも最近気がついたんだ。雨は何かの鳴き声の後に降ってるってことに。これはもう調べるしかないっぴ。その話を聞いてあんたも気になってきたっぴ？協力してこの謎を突き止めるっぴ。雨と関係ある鳴き声のやつをオイラの前に連れてくるっぴ。絶対いるはずだっぴ。自力でそこにたどり着くとは、やはり天才か。さあ、しとしとーんの力を見るがよいわ。歌いなさーい。なかなか可愛いな。こんな鳴き声だっぴ。雨だっぴ。やっぱりこんな鳴き声が雨を呼んでるっぴ。大発見だっぴ。気づきの天才だっぴ。
これはオリピ。ビリビリンゴしとしともこれほっといたらいつまでも歌い続けるんだな。喉枯れたりしないんだろうか。まあ、潤いに満ちているから枯れないのかな。ということでした。簡単に達成できるやつよかったな。ちょうどしとしともが買い物になっていたからっていうのもありますけど。発酵バター。これ拾えないのか。なんかすごく拾えそうな感じだけど。また飴食べたいけど、取りに行くのめんどくさいっぴ。黒いイガイガが近くにあったらな。これは黒いイガイガを持ってくることができるフラグか。でっかい木があるけど。この黒い、裂け目と関係あんのかな、黒いイガイガは。ん？お、歌ってる。かわいいけど、普通に魔物がいる空間だったわ。ゲコゲコゲー。じゃあ、シトシトンを一旦スルーして、行っちゃいましょうかと思ったら、あ、そうか、ここになるのか。あ、でかい裂け目だから、ここに一旦行くべきか。あとは、食事どころってこれか？いや、これかな。一周して帰ってきちゃったから、もう一回戻らないとね。ぐる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 。一旦このデクナツタウンの全域を、確認するべきかな。君にも話聞いとこうか。ハムハム。ハムハムが可愛すぎる。ペッピ。一番流行りのスイーツ。こんなにうまいもの食べられるのは大熊様のおかげっぴ。黒いイガイガと一緒に現れたでっかい雲。あちこちに、はちゃめちゃに美味しいわたあめの材料を出してくれたっぴ。いいやつではないと思うんだけどな。黒いモヤモヤと一緒に出てきてんだからな。アリンドナッツのスムージー屋さん。徒歩3秒。1。2、3秒。この店のスイーツ最高のスムージーのことっぴ。ただこの辺に住んでるやつ今はみんな綿あめに夢中。ああなるほどね。でもどれだけ人気がなくてもスムージーはオイラが買い支えてみせるっぴ。ファンの鏡だな。ファンの鏡だけど一人の力だけだな。どうしてもなってなっちゃうよね。ということはここが本店ってことでいいのか。お客さんの手でうまいスムージーが作れる夢のようなお店だっぴ。素材を選ぶだけ。とりあえずなんか作っとこうか。材料だいぶ集まってきてるしな。皮の落とし子。泡昆布。これで作れるのか。あるとこれをどんと混ぜて。まあルピンもいっぱいあるし、素材もいっぱいあるからいろいろ試してみようか。おお、出来上がるんだ。皮の落とし子丸ごと使ってんな。スイスイスムージー。新鮮な皮の落とし子が添えられた、いろいろミックスされたスムージー。さすがに皮の落とし子はスムージーになってないんだな。オイル速度アップっていうのは地味に便利かもしれない。あとは、二つだもんな。卵とバターで、なんか何ができるんだ？なんかすごい、お菓子が出来上がりそうな見た目をしていると思ったんだけど。ちゃんとしたもの出来上がるかな？お、なんかできた？黄金の発酵スムージー。クリーミーで深いコクがある。めっちゃ回復する。何これ。え ?15 と5個えげつねえほど回復するぞ。しかも発酵するし。完璧な飲み物が出来上がってしまったな。え、ってことはもしかしてこれ黄金の卵がめちゃくちゃ効果がやばいのか。あ、大きく高めることがあるって書いてあるもんな。入手手段が少ないってことかもしれないからちょっと安易に使わない方が良かったかもしれないな。じゃあかぼちゃかける発酵バターでいってみよう。かぼちゃスムージーにバターがあるってなかなか良さそうじゃない？でもベースはカボチャ初ムージーってことになるのかな、これ。おーおー、おしゃれな見た目してんな。発酵カボチャスムージー。クリーミーで深いコクがある。舌触りも特徴的と。まだまだルピーは終わらないぞ。効果を強めた薬ができることがある。そこは可能性しかないんだな。じゃあ、ジャガイワと岩塩で。地味に、あれなんだな。岩つながりなんだな、これ。ぐる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 。フライドポテトとか出来上がってくんないのかな。これはクライムソルトスムージー。ゴロゴロ黒馬大地の恵み。エネル回復。なるほど。体力回復するわけじゃないんだな。こういう風にもなると。でもなんか、ああ、これか。エネル回復の効果が出ることがあるか。では、
じゃがいわと他のやつで作ってみようか。これスムージーどんだけ種類あるんだろうな。まあ、二つの組み合わせだからな。何でやっても大体成功するって感じかな。これは、ポカポカじゃがいわスムージー。色合いがいいですね。エネル回復だ。あれ、じゃがいわってそもそもエネル回復メインだったっけ、これ。いや違う、壁を早く登れるだ。寒さに強くなる。花の蜜。花の蜜と、フルーツでやってみようか。ピー。なんかこれとこれだったら良さそうな作れそうかなというよりは、こういう効果が発生することがあると、このこういう効果が発生することがあるを組み合わせた方がいいとか、なのかな。パワフルスイート。体力めっちゃ回復する。とても良いね。まあ、いざという時用の体力回復系はいくらかあった方がいいかもね。ビリビリンゴ。ビリビリで痺れてくる、痺れさせてくるやつが出てくるっぽいから。対電気はあった方がいいんじゃないのかい？完成ピッ。いや、色合いが爽やかだな。こういう色合いの Nintendo New 3DS LL があったんだけど。ついぞ買う前に、もう、って感じだったな。雷無効なんだ。そこまで行くんだ。強いね。1分ではできるところも、短いけどな。ん？プラクさんもしかして？できてるっぴ。目標達成だっぴ。おお、10レシピも達成しちゃったこと？これだけメニューが揃えば他のお客さんも選びやすくなるっぴ。レシピを増やしてくれた俺っぴ。ん？なんだこれ。見渡しレンズ。物を壊した時や魔物を倒した時にスムージーの素材や魔物が、そういうことなんだ。お客さんに頼んで本当によかったっぴ？と言いたいとこだけど、味を占めちゃったっぴ。自分で言うんだな。さらにメニューを増やしたくなったっぴ。 10？ いや、20。新しいレシピを20個作ってほしいっぴ。俺忘れるからぜひ協力してほしいっぴ。でもなぁ、こういうの大体、最初の10個は、お、これ珍しいアイテムもらえるじゃねえかって言って、やるんだけど、20個目のあたりで、じゃあ俺にこれをあげるっぴ。てててれれれん。銀のルピーを手に入れた。ルピー100ルピー分。これは嬉しい。みたいな感じで、お金かよってなるパターンが、個人的には多い気がするから。で、次、味を占めちゃったっぴ。30レシピ出してくれたら、またお礼をするんだけどなーっていう、その30あたりでちょっとレアなやつをまたもう一回出してくるみたいな。そういうパターンだと思うから、20は、一旦スルーでもいいんじゃないの？なんだろうわ。ビリビリゲル的なやつか？とか、この雲もよく見たら、知らないやつだな。まあ、とりあえず、ファイヤーウィズローブにいろいろ頑張ってもらおうか。燃えろー。タランチュラ的な？わお、がっつり雲だな。ゴーマビビじゃねえか。これ成長したらゴーマになるの。粘っついた糸を出し、相手の動きを奪う。糸は火に弱くよく燃える。え？糸を出す、ゴーマビビ。ってことは黒いでかい雲っていうのはゴーマってこと？ゴーマ様ってこと？あ、そうだよな。あー、ビビ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 。よく考えたらそうだよね。あれだわ。時のオカリナで、ゴーマ様、傲慢なさいって、デクナッツが言ってたもんな。そういうことなんだな。燃えろー。燃えしてしまえ。ファイヤー。いいぞー。さ、燃えしてしまいなさい。こいつもう身動き取れなくなるんだな。それはそれでちょっとかわいそうだけど。ほら、燃えせー。こいつら動きねえぞ。やりますね。さあ、俺が止めている間に、当てるんだ。強すぎる。